皆さんこんばんは、元男の子のアクカノンとマテルです。今日はちょっとリモートではないんですけど、うん、少し距離を離して、距離はね、ソーシャルディスタンス、ソーシャルディスタンスで動画撮ってるんですけど、今日はまた渡るくんが企画を考えてくれたっていうことで、そう、めっちゃね、思いついちゃった。その自粛してるこの期間にさ、 TikTok めちゃくちゃ見るんだ最近。はあ、ははあ、そこで一つね、めちゃくちゃ面白いな、これやったらっていう企画があったから、はあ、今日は準備しました。何ですか？もうだって分かってるけど今日やる企画は、はい、箱の中身は何でしょうゲームという形で、いろんなものを、ね、実際に入れて、手で触れて、触覚で、触感でね、当ててもらうっていうね。触覚ってやばいな、ここから中入ってるみたいな。触感で。めっちゃ多分これね、嫌だと思う。やられる側は。やる側か。そうでしょ。だって、やばいもの入ったらどうする？渡るの頭ここに出てきたらさ、めっちゃ怖いじゃん。やべえです、した結構いろんな種類準備してきたから。わかりました。じゃあカノンさん、はい、これ多分未体験だと思うんですけど、はい、意気込みはどうですか？いや、もう中堅の YouTuber になるぐらいの人間ですから、指先の感覚は超えてます。なので余裕です。じゃあ期待しましょうか、ちゃんと当てれるように。はい、じゃあ1問目いきます。はい、目閉じてください。え、怖っ。はい、本当にちゃんと目閉じて。あー、分かった分かった。じゃあ置いたら置きましたっていう。あ、はい、わかりました。はい、怖っ。ねえ、なんか怖い。置きました。はい、どうぞ箱の中身に今日入れてください。え、怖い、めっちゃ怖いんだけど。いきますよ。でも虫とか入ってないでしょうね。入れたら虫で怒るからね。触ったら分かる。ほんと？じゃあ、行きます。僕らはこれを持ってた。うん、いきます。うん、え、どうした？え、待て待て、マジで。お、びっくりした。え、これ何何これ何これ、なんか枝？え、枝？え、簡単じゃん、バナナでしょこれ。え、これ大丈夫？企画として成立します？これはまあジャブだから。マジでバナナでしょ。正解。あ、めっちゃうまそうじゃん。うん、あ、皆さんあれですからね、私ちゃんと消毒してやってるんで、これほら、はい、一応見しといて。これでメルパスマイルドっていうのを使ってね、はい、消毒してるんで、はい、全部消毒して最初にやってます。じゃあ次行きましょう。はい、はい、また目を通してください。よし、びっくりした。はい、置きました。置いた、置いたよ。お、動いてる動いてる動いた動いた。え、待って、マジ？あ、止まった。え、怖い怖い怖い。動いてる動いてる。生き物だ、生き物じゃないよね。え、生物じゃないでしょ。え、これ卵でしょ。え、卵でしょこれ。違う。え、めちゃめちゃ簡単じゃん。違う。え、何？温泉卵で。いや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 、そんなさ、そんなあれだ、何にもできなくなっちゃうじゃん。何が温泉卵の証拠ないじゃん、だって。いや、ありますよ、ちょっと見てください。うっさ温泉卵で。うぜぇ。知ってるかな。残念ながら外れてしまいました。マジでうざいんだけど。お願いします。でもこれ面白いわ。後で美味しくいただきます。次はね、ちょっとワクワクするやつ。はい、置きました。形とか結構特徴的かもしれない。ね、これまずいでしょ。なんで、え、天狗見てるこれ。じゃないの？おかしいでしょ。え、渡るこんなキャラだって。見てください、なんで天狗知ってんの。知ってるでしょ。なんで天狗知ってんの。え、いや、もううるさい、うるさい、うるさい、うるさい。ちゃんと触って。え、これ天狗、あ、待って。いや、わかんないよ、マラカス。でもなんかビニール入ってるから、これなんかあれだよね。わかんない、わかんない、全然わかんない。え、これなんかラムネみたいな。ラムネ、ラムネっていうか、なんかお菓子みたいな。正解。え、マジで、マジじゃん。好きでしょ。うん、いや、私コンビニ店やってたから、うん、結構こういうのなんかわかるかも。粉っぽいシャカシャカ感がすぐわかった。ビビったー。4問目、はい、はい、いきます。4問目、はい、はい、うわ、え、何、怖い怖い。はい、どうぞ。行きました。え、え、何これ。え待って、でもこれおもちゃだよね絶対。え、もうこれ速攻私形わかったんだけど、これ虫でしょ。正解。でもおもちゃだよね。マジで私ゴキブリ食べたことあるからさ。え、マジで虫ほんと嫌いなの。ちょっと待って、話を戻し、何、もう一回聞く。何、え、ゴキブリ食べたことある。ゴキブリ食べたことある。うん、ゴキブリとカイコのサナギ食ったことあるよ。バッタとか YouTube の企画、サブチャンで。あ、企画でね。企画で食べた罰ゲームみたいな感じで。え、いい、見て。うん、じゃあ行くか。うん、気持ち悪い。ゴキブリんじゃん、マジで。これ向けて、これ向けて。気持ち悪い。これなん、え、どこで買ったの、これ百均？アマゾンね。いや、もうめっちゃ手込んでくんじゃん。何でも売ってるからね。これいくらしたの？2、3000円ぐらい。え、そんなするわけないじゃん、だって4匹だよ。え、4匹だよ、だって。え、何この袋。え、ちょっともういいよ、やめてよ。気持ち悪い。
サソリ？あ、でもこれサソリはなんかね、グミみたいに美味しそう、普通に。見て、私コールグミ好きなんで、これめっちゃ美味しそう、普通に。わー、でも最近あつ森でね、サソリに刺されてぶっ倒れたの。この期間本当にはね、サソリいるよ。いるんだ、サソリ。うん。はい、じゃあ、はい、これ返しまーす。気持ち悪い。気持ち悪い。でもなんか近くで見るとグミに見えてきたから美味しそう。こう。いやー。次はね、結構難しいと思うんだよね。これね、当たったらすげーと思う。はい。起きました。うん、え、これめっちゃ簡単じゃん。納豆でしょ。え、納豆。納豆。あ、マナマサ。マナマサ。残念。え、メカブです。いや、わかるかい、こんなん。わかるか。しかも味付きメカブだから。いや、うるせえわ。え、なにこの引っ掛けみたいな、さっきから卵といい。わかるわけないじゃん、こんなの。だってもう初見で触った人だったら、もうこれ振らない限り絶対これ納豆で。引っ掛けですね。怖いですね。まあでも、不正解は不正解だからさ。最後、うざ。はい、負けです。じゃあ、次は最後なんですけど、はい、あの、準備してくるの。準備？何準備？それはラストだから、気合い入れないと。え、マジで？じゃあ、ちょっとね、準備するから、はい、目つぶって待ってくれ。絶対目つぶってね、はい、本当に。はい、うん、何を準備するの？準備することって何かありますか？目そちろって言うけど。じゃあ最後はカノンさんにドッキリうんち仕掛けていきたいと思います。ただこのおもちゃのうんちだけだと多分カノンさんにっていうのおもちゃだってバレちゃうんで、そこでこの本物のうんちの匂いがするスプレーをおもちゃにかけてカノンさんを本気で驚かせに行こうと思います。じゃあ開けていきます。開封のうち、うわーすごいね、うんちだね。このうんち見てください。見た目うんちですよね。ただこれだけだと多分騙しきれないと思うんです、中堅 YouTuber だから。これにじゃあさっき説明したこのスプレーを今噴射して匂い付けしようと思います。このスプレーマジで本当にうんちの匂いするらしいんですよ。だからかける側も結構勇気いるんですよね。じゃあ頑張ってやっていきたいと思います。あ、もうダメだもうダメだ。ここからちょっと声出しちゃうとバレるんでサイレントでお届けします。今かけた、投げられちゃったんですけど、これを置いて、置いていきたいと思います。え、何分渡せんの？渡るくん遅い。これマジできつい、本当にこれ信じると思います。無理だこれ。でも長い、もう普通に目開けちゃってんだけど。目つぶってる？あ、目つぶってるよ。本当に？うん。ちゃんといい子にできましたか？できました。もう目開けていいですか？まだダメ、ちょっと今準備終わった。もう不安なんだけど。じゃあ今から見ていくね。え、臭っ。え、臭くない？なんか、え、ちょっと待って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 、え、今置いてる？置きました。え、なんか臭いんだけど。すっきりした。え、もう見ていい？うん、どうぞ。中に手をお入れください。え、待って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 、なんか変な匂いするんだけど。え、待って、ちょっと待って、めっちゃ臭いんだけど。本当に？いや、何も匂わないけど。え、うちはおかしいのかな、わかんないけど。え、いきます。風邪ひいたんじゃない？ええ、ちょっと待って。優しくしてんの？ちょっと待って。え、正気？いや、体張った。え、これマジ？顔やばい。これマジ？マジ？マジで？いや、マジじゃなくて、え、これさ、マジでやる気やったでしょ。これ動画ダメか？はぁ？やったなぁ。嬉しい、なんか嬉しいわ。いや、そっちでやったじゃなくて。あー、そっちじゃん。もうこれ触らなきゃいけないでしょ。いや、もう当てなきゃいけないから。これさ、もうプリプリしてんじゃん。やったなぁ、うん。じゃあ、でもなんかさ、私が予想してるものちょっと違うかもしれない。ちょっと硬いもん。本当に？え、でもこれさ、やばい、匂いがやばい。時間経ったからね。はぁ、え、もう最悪。でも感覚はもうほぼそれでしょ。ついにやりましたね、うん。え、これうんこでしょ。うん。え、もう最悪。え、ほんとこれカメラ出せないよこれ。え、これモザイクじゃん、全部。全部モザイクだったらいける。いや、もうわかんないけどさ。え、これ出さなきゃダメ。最後だからね、出せしよう。でも触った感じちょっと違うんだよな。なんなの？でも匂いやばい。本当にやばい。ちょっと匂い嗅いで。いやいやいや、さっきは散々苦しんだんで。手に匂い嗅いで。
だからこれだってこれ明らかにだって本物ではないもんね、うん、でも最初本物かもって思っちゃったいやもう思ったわおもちゃかよ、はい、え、なんてこんな匂いすんのてっててーまたかよまたてっててーかよいつも なんかトーンが音域が分かんないんだけどてっててーって感じでこれですいやもうこれは分かるよでもなんでこんな匂いすんの、うん、あーそっかそっかそっちでうんちスプレーですこれめちゃくちゃ有名なので前から結構気になっててもうほぼねうんちの匂いっていうのがねこれね体現できちゃうなるほどねそうすごいでしょいやこれほんとね鼻が曲がる匂いなんですよ半端ないでしょ半端ないよこんなさパッケージ可愛いんだよ白色でさはいこれですさっき散々見せてあ見せたのね、うん、もうだってもう持ってきた瞬間になんかもうわっちたもんねうん今もう苦しいもんでも最初だった時あついにやったなと思ったもんでしょこれだったらその発言聞いてじゃあ終わりにしようもう締めよう、うん、もう無理だこの匂いが今回何青木さんの負け当てた結局うんちっつったのもねこれはおもちゃのうんちだから出たまた正解だねこいつとなると6問中正解は2問で不正解が4問だね惨敗ってことでいいですか分かりましたはいっていう感じで終わりましょうかもうこれ本当にやばい匂いがやばすぎて今回の動画が少しでも面白いと思ってくださった方はグッドボタンチャンネル登録評価お願いしますうえツイッター、インスタグラム、TikTok、あと私と渡辺くんのブログもノート、画面下ありますので、そちらもお願いします。また次の動画でお会いしましょう。それ次回も帰り見、もう一回。もう一回頑張る。